第12レース平和島選抜枠なり3対3の並び、進入地から1番2番3番4番5番6番スタートしました。1、2コースが好スタートになりました。インコース1号艇ブス島、2コース2号艇池田、この2人が目立ったスタート。1周1マークはインコース1号艇ブス島、センター3コース3号艇中野が握っていきました。内側から5号艇の空、バックスレッジ入ってまくった3号艇中野二郎がトップに立ちました。バックの中間リードは3艇身、スタートは前提正常でした。5号艇の長田が現在2番手に続いて、その後方2艇身差、内から4号艇の坪井、外は2号艇池田、この辺りは接近戦。1周2マークは3号艇中野がトップ、2番手は5号艇の長田旋回、3番手は内を通2号艇池田、外は4号艇坪井でしたが、2番の池田が現在3番手優勢。前はさあここ先頭2番手定冠が縮まってきました。内側から5号艇の長田が3号艇中野の懐入っていって、2周目1マークでは内側から先取っていきます。3号艇中野も差し返していきますが、さあここは地元両者のトップ争い。5号艇の長田、3号艇の中野、現在内側から3号艇の中野が5号艇長田を再び捉えて、3番5番が並走で2周2マークに移っていきます。その後ろは現在3番手は2号艇池田が単独で続いて2周2マークを迎えます。さあ2周2マークは3号艇の中野が先頭で、5号艇の長田、ここは一旦は迫ったんですが、振りほどいて3号艇の中野が先頭で直線コース、リードは3艇身で最終周回に入ります。上位体制は3番5番2番、その後方は定冠開いて、後ろは4番の坪井、そして1番のブス島、最後方は6番の平本が追っています。3周第1ターン前から最後のバックスレッジ、このレースはセンター3コースからのまくりでした。3号艇の中野二郎が先頭、そして一旦は迫りましたが5号艇の更より宗2番手の位置で、上位体制は3番5番、3番手は2号艇の池田が単独で続いて、上位3号2の体系でラストコーナー旋回を迎えます。3号艇中野、5号艇の空、ここは地元両者のワンツー体制。第12レース平和島選抜、体制は3番5番2番でゴールを迎えます。先頭3番中野1着でゴールイン、2着5番の空、3着は2番池田ゴールイン、4番坪井、1番ブス島、6番平本ゴールインです。